はい、えー、というところでね、本日は皆様ご視聴していただきありがとうございます。えー、本日なんですけども、2021年5月26日の会期月食についてお話しさせていただきます。えー、この会期月食は、えー、日本で見られるのは2018年以来ということになりますね。で、えー 今回の月食なんですけどもスー,パーに、えー、スーパームーンとの重なり合いということでこれはなんと24年ぶりということで次回が約12年後ということでねまだ長い年月をね無用しそうな感じがするんですけども、えー、実は次の月食がですね2021年の11月にあるということで、えー、意外と近いんですよね。 えー、なんで、まだ見られていないという方はね、ねまた次の機会の、ね、月食をこう見られるのかなと思います、えー。日本以外でもアメリカですとかハワイですとか、まあ、そういったところで今回は見られました。えー、このサウス周期では121番目というふうになりますね。えー、食最大食分は1.0095ということになります。なので、えーまあ、ほとんどのところがまあ、えー まあ月食がきれいに見えたということですね。えー、今回はすべて、えーまあ、部,分部分月食および繁栄月食ということにこうなったとういうところですね、えー。2021年5月26日に発生する月食は2021年で初めて観測される月食。2019年1月21日以来、約 2, か2年4か月ぶりに発生する皆既月食となります、えー。この月食では月は地球の繁栄内でも北側より のところをですね えー、通過するため皆既食の継続時間は約14分半と短くなります、えー、20世紀から22世紀の間に発生する235回の皆既月食のうち皆既食が、えー、30分ぐらいしか持続しない皆既月食はこの月食を含めてわずか15回しかないという極めて珍しい、ねえー、形になりました月の北側は本屋と半屋の境界付近の地球から届く影が薄くなるところを通るため皆既食が起きている間でも北側を中心に月全体は比較的明るく見える とされています、えー、月食は太平洋,中心に太平洋周辺を、えー、中心に観測されまして、えー、日本国内では北海道と、えー、東京などを含む関東地方の一部そして仙台などを含む東北地方の太平洋側沿岸部ではすでに繁殖が始まっている状態で月が、えー、地平性化ら上りそれ以外の地域では、えー、部分食がすでに始まっている状態で月が上る、えー月,体えー、月出退職ということにこうなるというところですね。ね えー、月食が、えー、発生するのと同じ日の5月26日1時55分に月は、えー、地球に対して最も近づく。 えー、地点に達しまして、これがスーパームーンということになりますね。地球からの距離は約35.7万キロメートルまで、えー、近づくということですね。えー、そのため、月食発生では2021年において最も月が大きく見えるスーパームーンとなります。視、えーえー、直,直径は33分20秒角に、えー、達します。これは通常の満月の視、えー、直径と比べると約7.7%大きいです、えー。次にスーパームーンと皆既月食の発生が重なる約12年,12年半 2033 10年月8ということで、スーパームーン、さらに5月のね、満月のことはフラワームーンというね、形になりますので、さらにブラッドムーンとありまして、これをスーパーフラワーブラッドムーンというね、呼んでいるということでございますね。私の方も撮影をね、心見てみたんですけど、建物はね、残念ながらね、前にあったため、その方角には月が上がれませんでしたね。 初めてね、日食、月食、ちょっと天文章を楽しむときに、建物がまさか障害になるとは思いませんでしたね。昨年、2020年に部分日食というものがあったんですね。このはあはサングラスをちょっと買ってなくてですね、というか、私の住んでいるところでは日食用のサングラスが売られてないんですよね。 えー、日食だっていうのにね、ちょっと日食のサングラスが売られてないのはちょっとどうなんだっていう話なんですけども、えー、残念ながらこう売られていませんでした。なのでね、えー、次の機会あればね、えー、撮影はね、絶対したいと思います。ご視聴ありがとうございました。